今年6月、札幌市南区南35条西11丁目付近の藻岩山の斜面で確認されたクマです。周辺ではその後も住宅街に隣接する山林や住宅の庭などでクマの出没が相次ぎました。もう一頭出てきた場合にそれに対しての捕獲も、緊急避難として、許可いただけるのかと。訓練はまずクマの目撃情報が寄せられた場合の連絡の流れを確認し、警察や札幌市など関係機関が連携してどのように対応するのか協議しました。札幌市では今年4月から昨日までに市内全体でクマの目撃や足跡、糞などの痕跡が189件確認されています。すでに前年度の162件を大幅に上回っていて、このうち125件が南区です。先月、札幌市南区南沢の南沢トンネル付近の斜面に3日間にわたって出没したクマは、人の生活圏に侵入を繰り返す問題個体と判断され駆除されています。今日の訓練では南区のスキー場や周辺の市街地にクマが断続的に出没した想定で、より実践的な捕獲訓練も実施されました。今ハンターがクマの捕獲に向けて山の中に入っていきました。周りを確認しながらゆっくりと進んでいきます。現地でクマ役の人を探索し発見すると、銃が使用できる場所にクマが移動するまで見守ります。ただいまクマの姿を肉眼で確認、準備ができたら発砲していただいていいです。発砲。周辺の安全を確保した上で発砲し捕獲しましたが、訓練を通して課題も見えてきました。出没が続いているところなので、関係者の皆様は対応に慣れてたと思います。で、今後他の地域にどうやってこういうノウハウを広げていくかが重要なポイントかと思います。今年は猛暑の影響で餌となるどんぐりなどが不足しているため、本来であれば冬眠の時期を迎えるクマが出没を繰り返す可能性もあるため、引き続き注意が必要です。